住民の皆さん、そして有楽町ご通行中の皆さん、原発反対、原発反対と言っていると電気が足りなくなる、いや国力が衰える、原発でプルトニウムを取って核武装しないとお隣の国がなどという恐ろしいことまでおっしゃる方もおられますが、実際のところもう原子力発電というのは時代遅れだというのはこれ世界的な流れですね。でこれについてですね、 AFP というアメリカのメディアですね、通信社、これをですね、去年です、今年ではありません、去年2013年の11月28日の記事を読み上げさせていただきたいと思います。まずタイトル、原発は援助しない、世界銀行と国連が表明。どうですか、もう見出しからして、見出しからしても原発は援助しない、世界銀行と国連が表明。これが、2013年去年の11月28日の AFP 通信の記事でございます。2013年11月28日 AFP 通信、世界銀行と国際連合は11月27日産油国に電力網を整備するため数十億ドル規模の資金援助が必要だと訴えるとともに、いずれの国においても、ここ重要ですよ、原子力発電への投資は行わない考えを表明した。もう一度言いましょうか、2013年11月28日 AFP 通信、世界銀行と国際連合は2013年ですけど11月27日最貧国に電力網を整備するため数十億ドル規模の資金援助が必要だと訴えるとともに、いずれの国においても原子力発電への投資は行わない考えを表明した。どうですか、国際連合および世界銀行がこれから原子力発電、原子力関係にはお金を貸さないと、融通しないと、もう去年の11月の段階で表明してるんです。世界銀行のジム・ヨン・キム総裁と国際連合のパム・キム事務総長は2030年までに世界中の全ての人が電力の供給を受けられるようにする取り組みについて記者団に説明した。その中で、ここ重要ですよ、世界銀行のキム総裁は我々は原発は行わないと明言した。これ去年の記事ですよ。世界銀行キム総裁によると、世界銀行は2014年6月までに42カ国の発電計画をまとめる予定、電力網の整備やエネルギー効率の倍増、再生可能エネルギー比率の倍増などを掲げ、目標達成には年間およそ6000から8000億ドル、約61兆から82兆円が必要となるとしている。しかし世界銀行のキム総裁は、集まった資金は、ここ重要ですよ、新エネルギー開発のみに使用すると報道陣に明言。原子力をめぐる国際環境力は非常に政治的な問題だ、世界銀行グループは原子力発電への支援には今後関与しない、原子力発電は今後もあらゆる国で議論が続く大変難しい問題だと理解していると述べた。どうですか、これはアメリカの通信社が去年の11月に伝えた記事ですよ。国際連合と世界銀行がもうすでに原子力発電は危険であり、先のない未来のないエネルギーであり、関与もしなければお金を融
通することもないと明言してるんです。そんなものにこだわり続けて、再稼働だの再稼働だの挙句の果てに、目の前のビル7階の九州電力のように火山の近くにある原子力発電所あるものだから動かす芝居だなんて、これは世界中からも笑われてしまいます。世界の流れに反してる、世の流れに反してる行為です。こんなものはぜひともおかしいと声を上げなければいけません。皆さん、ネットにちょこちょこ書き込んでいるだけではいけません。世論調査、ね、アンケートですけどって、読売新聞社ですとか時々電話かかってきますけど、ああ読売新聞嫌いですって切っちゃいますけどね。そうやって新聞社から電話かかってきた時に、はいとかいいえとか答えてるだけじゃダメです。別にここで大きな声を上げる必要もございません。エネルギー行政 の要である経済産業省、エネルギー資源エネルギー庁に電話ファックスを送るに、ね、このビル7階の九州電力に電話をかけたりファックスを送るなり、いろいろやることがあります。皆さん直接的に声を上げてください。よろしくお願いします。はい、それでは次の方、あ、よろしく。